ブしてるこっちは。いや、見えるな。八尾。うん、これですね。八尾ですね。いいですね。一番。うん。いいかな。これでいいよ。え？速すじゃない？いい。もう八尾にも入って。まず動画の超始めます、うん、金ね、金ね、すげー、後ろ行きまーす。 あれが光らんな、音が光らんじゃん。五重の塔、ちょっと電柱が邪魔なんだけど、しょうがねえ、わかんねえな、夜だから。満願寺いいね、はい、行きまーす。大迷惑ご加賀ですから、加賀移しとかねえけど、その前に潜水艦行こうか。潜水艦見えるかな。これが F バーツですね。見えねえな、真っ暗だもんな。夜の潜水艦、いや、見えないや。見えない、潜水艦見えない。いや、真っ暗だ、見えない、潜水艦が。潜水艦見えない。船見えない。見えない、潜水艦真っ暗だ。ルンボかな。ルンボですね。サンデサンデ。どこに行ってるのね。空母カーと補給艦のなんだろう。補給艦トワラか。トワラだな、補給艦。どこに行ってる。いや、固めておきます。よし、夜だから分からんね。昼間よく見てないと分かんねえな。これ操舵室行きましょうか。すごい倍率だから。見えますか。無駄だ、無駄だね。これが艦長椅子かな。赤い分だね。赤いやつが艦長椅子。青い椅子もあるんだけど、ちょっとわかんないな。すごい軍司令、軍司令とかそういうあれですか。4分の横を超えた軍司令がでした。見えないな。あ、渋滞。ああ、渋滞。確か。海上です。どっか渋滞。もうちょっと。できるんですね。もうちょっと。よし。小学校の頃、あれから作るのプールで、はい、習ってました。ええー。バシバシ鍛えられました。見てくれないな、やっぱり。見てくれない。見てくれない。やっぱり、どっか有名なとこはあれですね。うん。どうして乗らない。まあ、紅白が終わらんあれだ。それで、ちょっと上に、多少こう照らすのが、どうするかは聞きたいですけど。
ありますね。YouTube のあたりありますね。うん、覚えております。これね、ブレキチ言うて入れたら出てきますよ。ライブ配信。いいや。今日は真っ暗だからわからない。やっぱり。これね、潜水艦が全然見えないのよ。真っ黒だから。上から見る景色最高やろ。そうそう、毎回あん中でブルブル震えながら撮ってます。夜はプーン、行くとしっくりとしっくりと左側の人形が人間に見えたら、ここを見えたらしっくりとしっ星結構見える。女の子と飲みに来てるから。Thank you.
1番に来られた方ね、はい、よろしいですかね。ごめん、ちょっと待ってください。お全部忘れました。美味しかった。
何食べたかな。うまいね。ねえ、おいしいもんね。今日の卵は特別美味しい。ね、高いかまぼこだもんね。あと13分。お風呂場やね。お風呂場や。いや、本当に。これ、プールの上で。
ちょっと待って。
そうだもんね。ちょっと待って、いつもの感じ。上見たらもう、そうだ、並ぶか。上見たら星が来てた。それで、あと3分、あと3分。でも、今日15分ある。動画配信できれる。はい。ここちゃんと。なるよ。なります。パパだって。パパ何持ってる？なるよ。マスク50分。なっちゃうよ。マイクいいな、入ってるもんな。15秒。なるよ。15秒。どこに？光を。どうやって行かれるの？4、3、2、1。します。明日から3日間ぜんざいの無料接待がありますので、あの何回でも食べに来てください。で、毎年恒例ですが、一番の大人の方におめでとうございます。で、一番の子供の方、
おめでとうございます。はい、じゃあ順番についてください。よろしくお願いします。見えないもんね。
見えない。
あ、スマホ持ってるね。皆さんの方入ってる。みんな取れるようにいいからね。鳴らしてない。
しよう。
今まで登ってでかいやつだったのに80だったら上半身勝ちだったらやばかったね。多分なんかもうちょっとやってやろう。ありがとうございます。
鳴らさないの？
ちょっと直したいんだけど。
ところで入れられてますね。多いですね。水でも綺麗です。ダイソーの時出てくったら、チャンスだよ。もう、自分だったらどうなる。ダイソーと9も当たりにくすぎるね。もしさ、内部的には当たってるけど、ベリ引けるじゃん、この試合から。いや、それ当たるよ。ほう。じゃあ別に賞味、追加がいい。あ、でも、人生いつから100万円ですよ。別に人生いつから。ちょ、鈴鳴らしたい。鈴じゃないわ、鐘鳴らしたい。鐘鳴らそうや。ムフー、ムフー、ムフー、よっしゃ、いったいったー。いくでー、今年も健康で鳴らすよ。いや、広島、いや、日本一じゃん。だいぶ中だ。 YouTube ですか？見てくれません。何？ちょっと9人もあった。真夜中だから。へぇ、すごい。すごい。その神社とかあれだろうか。はい。普段から上げてるんですか？あ、そうなんですか？登録13万人だな。え、そうなんすか？そんなんだ。え、本当ですか？クレミちょっと1匹おるんで、そんなんが。うん、今だからクレキッチ入れて今やったらちょうどすぐ出るんじゃないかな。クレキッチ、うん、クレキッチで海上自衛隊のあれを、ヨヤのあれを、汽笛を、これを持ってきたんです。行きます。待てよ。
待てです。おお。バチ当たり、バチ当たりやったな。ねえ。行ってみ。行きます。じゃあこれ俺のじゃないっけ。無理でしたよ。2連で2連は無理ダメでしょ。いやお前なら何でもできる。10連空間今はい、行け青い。今年はちょっと調子悪かったけど、こんなのは去年の一番だから髪の毛やりょうたりするからね。ああ、取ってね、はい、取り付けてました。取り付けたゆっくりゆっくりと、うん、まあ、あれも雲の予算であれですからね。内需拡大だから、はい、まあ、それも行政に関わる人らはだからそれで年間1年半ずっと仕事があるから、まあ、大社の時に、僕は外事関連の FFM と新型の方が送られてしまう。うん、それは国力機配備があればいいんだろうな。なら放送かけて人数になったら配備されるんでしょうね。16席、20席ってことかな。確か最上型の方が16席
一番下で。で、新型が。まだ出る。あの、打ち上げスロットとかで出てるんだけど。AW とかいうのが、確か同じく19とか。うん。新19ですね。どうなって、戻しちゃう。今までだから、熊の取り寄るときに取りに行ったりしてから。あ満点のところで抜け出してもらいました。本当だ、山の上から盗撮みたいな。いやだからあの天狗の鼻がついた時にはびっくりしたけど、何じゃあれあれってからのレーダーのあのボールがね、最初見た時はすごかった。あれそんなインパクトあったんですか。やっぱり一番最初についた時にすっぽんだのちょんまげだのユニコーンだの言われてるあれですか。あれ天狗の花っていう名称もある。天狗の花ですね。天狗の花の花とたまに来てくれるのね。たまに入ります。今年も2席ぐらい入ったかな。フレコン泊まれましたね。それで頻繁に会わないの。そうだったんです。これはもうこのスマホにだからマリントラフィック入れてから海のレーダー入れてるから。なんですけど船の位置が分かるんですけど。いやいや、そんなあれがあるでしょ。見てみます。飛行機バージョンもあるって言いましたね。まあフライトレーダーとかいうのがあれば、マリントラフィック今宇宙じゃなくてこれ船じゃなくてマリントラフィック入れてる。はい、200円ぐらいかな年間。今のこれでオールイッチやれば。ああ。なるほど。増えてましたね。はい。増えましたね。で、軍艦の位置から小型の輸送船の。大体あれ、今だから、ここを追って、はい、これ、船先が止まって。あそこら辺ですかね。そうですね。この、心配なんだ。ここの輸送艦だな、船機。はい。何もこれどうでもいい。何しようとかあるから。どういう時だとしても言葉つるわ。まあ、潜水艦もたまに港の真ん中で止まってるんでしょうね。今あれは夜帰ってきた分だね、ここ本土大橋の前でね。それで朝するこいつらは何でしょうか。港に止まる場所がないんでしょうかね。なんか夜遅く帰ってきたら、船設置の先。乗り寄ってっていうか入隊するんですね。入隊か。自分高校生だ。まさかまさか潜水艦とか行くんじゃない。それはやめちょっと。あんな早めに言いました。船酔いはしないたちなんですけどね。給料が良かったら面白い回りそうですけど、引きこもりのプロみたいな連中。Thank you.
大丈夫だよ。ダメだね。いい音だね。すごいいい音。あとじゃあ大鳥の。あ、みっちゃんが最後に一番いい音聞かせてくれる。いきますよ。頭気をつけて。大丈夫。いい。一番いい。優しい音よ、すごい。これがなんか出るんだな。そうだね。いやでも最後のラジオでもそうだね。1分8秒。優しい音、優しい音、優しい音。ちょっとおまけがだいぶ今年はついたけど。はい。去年はほんまピタッと止まったら、ね、ようなあれが。ああ。私のライブだったか、ユースの船が流そうかな。あ、倒せた。やっぱ、クレスマンの船と他の船とか行ったら、自衛官じゃないやつ。うん、やっぱりね。あ、もしかして護衛艦今も鳴らしてるんですか。かもしれないな、思うけどな。あとこの国で、あれなんですけど。はい、あの無線持ってるから無線聞きょうたら外国のあれからピニューイヤー入れてから無線が入るようだから。ああ、うん、やっぱり外国の船止まってるんですか、ここ。やっぱりあの、なんだろう、カナダ海軍の船どっか行きましたよ。777とか767とか737だったり、この辺のエンジン部分ですよ、胴体ですよ。胴体の輪切りをだからこれアメリカ持ってってアメリカで組む部分、ちょうど下のところの IHI の方でもエンジン部分確か宇宙のあれもあるしな、はい、F35 のタービンシャフトですけど、でもやる確かそうだった記憶が、うん、だから名古屋の方で岐阜の方かな、工場があるんだよね。はい、やっぱ三菱か川崎か三菱重工、お船でなくても空でなくても確か陸の方でも、うん、バトゥーリアですっけ、装甲車が日立で新しく作られる、ライセンス国産で作られそうな、今も、はい、だいぶ数が予定通りに作られればまた内需が、
回りますね。例えばあそこのボックスに今入ってるっていうのは何なんでしょう。何だったかな、もう覚えてねえな。トネかな、トネとかあの字なのかな。クレキキの護衛官だとかあの順番に、それはもう今造船所の人が話をするとなんかこうやらんのはね、食べるからやったら長持ち長持ちだぜよ思ったら、はい、最後の FM と入れ替わってくるんだけど、地で引いてもらえや海上自衛隊とかで、どうのこうの仕事ですか。あ、そうなの。私の分で食ってやらすぐ出るの。あの前から。前から。あ、そうなの。10時前から。これで出してるからいいの。あ、もうすぐ。はい、終了です。
それではちょっと自分はこれで良いお年を。はい、大丈夫です。寒さが強いんで、はい、良いお年を。はい。
Happy New Year! Happy New Year! Wow. I wish I even lived from here in the day one today. I might have a panic attack walking upstairs. Maybe spring. That's an everyday occurrence for me. I would look in the winter, maybe. Yeah. You'd be like, stop my medication, my doctor's over here. Yeah, they can, like, you can go. Some American. I'm so injured. Yeah, she's gonna come up and lay down. My family dog does that. We're like, hey, dog, what's the name? Hello, what's up? 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 Hello, slam that shit, right? Yeah. I was trying to be gentle. Don't be gentle. Yeah, it's just so a bell. Gentle. It has to be the yeah. You might upset the god, though. Oh, that was weak. One more. That was strong. That was very strong. Thank you. Stop it. Okay. Stop the swing. はい。たまに暮れに来るのは見かけますけどね。なぜにこんなところを選んだのか。有名な覚えはないんですけどね、僕そんな。ああ、なるほど。じゃあ終わった。私も帰ろう。お元気で。はい。風が強い。それでは。やっと帰れるな。あれでいいや。終了です。よし。いやー、もう終わりだな。はい。